はい、それではね、接続が終わりましたので、この一番外側のマンガの Z1 とエアボの CLT5 の組み合わせで、このアルテラ、ソラスですね、聞いていこうと思います。まあ、このスピーカーのスペックなんですけども、最後に聞いたですね、ワウフデールの 4.4 の再生周波数帯域が、下が 38Hz から、これはまあ 40Hz からということで、まあ、2Hz ほど低音が出ませんけど、密閉型ですね。密閉型のこれはどうなるのかな、同軸フルレンジプラスウーハというような組み合わせに波動ついた。こちらでまずせせらぎから聞いていこうと思います。はい、マンガの Z1 エアボー CLT5 でまずせせらぎを聞いてましたけど、まあ、本当にやっぱりこのクオードのアルテラソラスっていうアンプはよくできてますよね。この Z1 っていうのはまずこんなね、まあ、風変わりなスピーカーをなぜ置いてるかというと、やっぱりね、平面型のユニットにはやっぱり高音型、こういうダイナミこういうまあ、前後運動するスピーカーにはない独特な生っぽさっていうのがあって、やっぱりそれを一回聞いてしまうとですね、特に次にかけるバイオリンなんかの本当のバイオリンとどっちが近いかっていうと、やっぱり平面型の方がね、生の音には近いんですよね。やっぱりそれを聞いていくと、その音に慣れてしまうと、こういうピストンモーションで動く従来のスピーカーっていうのはなんか全部その癖があるように聞こえることもあるのでね、まあ、そういう耳のリセットのためと、まあ、いろんな機械を使って機械をチェックしていったり、あるいはエアーボーの音を作っていく上でですね、最も音が素直なスピーカーということで、このマンガ Z1 を置いております。で、聞いてみて、やっぱりこのアルテラソラスというアンプはですね、非常に音が素直だなという印象を受けています。では次2曲目ね、バッハバイオリンコンチェルトを聞いてみようと思います。
バッハバイオリンコンチェルトを聞いてました。まあね、もうちょっとやっぱりこう音の輪郭がはっきりして解像度があれば完璧だとは思いますけど、まあ、この価格でこのボディとしては Z1 をですね、十分鳴らしてくれてるし、何よりもやはりクオードのよくチューニングされた音、非常に癖がなくて自然な音ですよね。コンサートを生で聴いてるのと非常に近いバランスで鳴ってくれたというのが印象的でした。次はですね、ダイアナ・クラークさんの「ラブ」を聞いてみようと思います。L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and ラブを聞いてました。ちょっとね、Z1 ってもうちょっと低音出てもいいと思うんですけど、ちょっと低音さすがにこう密閉型の、大きいウーハーということでちょっと苦しいかなということで、まあ、それ以外やっぱりピアノのですね、打鍵感もいいし、ウッドベースとダイアナ・クラールさんの声と、それとピアノですね、これそれぞれの音の特徴がよく出て癖がなくうまくなってるなっていうふうに思いますね。なのでこのクオード・アルテラの印象として、まあ、あんまり大きいスピーカーではなく、ブックシェルフから小型のフロア型トールボイに組み合わせて、まあ、大体ブックシェルフの方がいいと思いますけど、こうスタイリッシュにですね、おしゃれにこうまとめてあげると、こう、まあ、USB 入力でも聞けるし CD も聞けるっていうのは、とてもCD をね、たくさん持っていらっしゃる方ってまだまだいらっしゃると思うので、 CD をさらりと聞けるっていうのもとてもいいことなんじゃないかなというふうに思います。では次はですね、渡辺和美さんのですね、マイフェイバレットシングスですね、ギターを聴いてみようと思います。
一番最後の部分でちょっとね単車の音がかぶってしまいましたけど、外のね、まあそろそろこう限界かなっていう、というのはギターの音ももっとちょっと分解してほしいし、ギターの低音もちょっと引きずる感じがあるので、まあ今のソースとこのマンガ Z1CLT5 の組み合わせだと、もうちょっとアルテラソラスは限界を感じさせてしまいましたね。まあ当たり前ですけどね、スピーカーと全然値段の釣り合いが取れてませんので、ということでですね、最後は地獄へ道連れを聞いた後にですね、このアンプをですね、エアボーの新製品開発完了しましたので、モデル 40N リプレイね、マランツのモデル 40N のエアボーバージョンですけども、こちら一応販売予定価格がですね38万円税別ということで、かなり徹底的にチューンアップしたものがありますので、まあアンプをですねそれに変えて、で接続はですね現在 USB で行っておりますけども、 40N はですねデジタル入力ネットワークということで、ネットワーク入力に切り替えて同じこの5曲をですね Z1 で聞いてみようと思います。では最後にこのアルテラソラスですね、地獄へ道連れを Z1 で聞いてみようと思います。ということでね、最後にクイーンの地獄へ道連れを聞いてみましたけど、まあ、中高域やっぱりすごいいいですよね。広がりもちゃんと出るし、音が重なったところの分解のもきちっとしてます。でもやはり密閉型のこの大型スピーカーということで、低音は完全にやっぱりユニットを駆動しきれてないなっていうのは感じますね。なのでやはり先ほども申し上げましたように、それほどウーハーサイズが大きくないブックシェルフ型スピーカーと組み合わせるのがベストじゃないかなというふうに感じました。はい、ということでですね、クオードのアルテラソラスですね、 CD ドライブを内蔵した USB ダック機能を搭載の小型プリメインアンプ、価格の方が35万8000円、メーカー希望小売価格となっておりますので、まあ、実売は税込み30万円をちょっと超えるあたりじゃないかなというふうに思います。ではね、次エアボーのですね、モデル 40N リプレイですね、こちらは税込みで40万ちょっと超えますから、まあ、これよりも10万円ぐらい高い、これは USB ではなくて LAN 対応のプリメインアンプ、こちらを聞いてみようと思います。